アンナ・エリザベート・ゼーダー・シュトレームは、スウェーデンのソップラノ歌手。1927年、ストックホルム生まれ、ストックホルム王立音楽院にて声楽を学び、1947年に、ドロットニングホルム歌劇場でデビューを飾った。1948年から、ストックホルム王立歌劇場を本拠に主に、オペラ歌手として活躍し、1957年には、リヒャルト・シュトラウスの、 ナクソス島のアリアドネの作曲家役を歌って、グラインド・ボーン音楽祭に登場した。1959年から1964年まで、メトロポリタン歌劇場と出演契約を結び、1969年から翌年にかけて、コベントガーデン王立歌劇場にも出演している。1978年には、ジェル・ジュリゲティのグラン・マカブルのストックホルムでの初演で、アマンダー役を演じた。 1999年に引退し、2009年にストックホルムにて没した。スウェーデン語に近い表記だと、エリザベート・セーデルストレームである。エリザベート・ゼーダー・ストレーム、亡くなる。日本コロンビア。2017年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月28日閲覧。 ハット n y t i m e s c o m ット t h e g u a r d i a n c o m ありがとうございます。